皆様、私の愚痴を聞いてくださってありがとうございます。お口直しに、今回はこちら、まあ、食品紹介。そのさ、クリスマスらしい、なんか商品を、こう動画で出したいなと思ってて、まあ、コンビニとかいろいろ見ててさ、おなんかいいなと思ったのが、こちら、本庁スパークリング、ベニスイチゴ&グレープフルーツっていう、ジュースです。なかなか見たことないですよね。で、まあ、これジュースで、安いんですよね。100円台でしたね。確か、ごめん、覚えてない。ちょっとだいぶ前に買ったんで、でコンビニで買いました。まあ、その、今年の最後の終わりに乾杯っていう感じでやるのは、俺的にはね、まあ、ジュースもいいんだけど、もう一つあって、クリスマスっぽいのがあって、まあ、そっちも、スパークリングワインの方ですね。そっちもね、ワインだったっけな、動画、年の終わりか、なんかそこで乾杯みたいな感じでやろうかと思います。これはま、プレ版というか、ことで。さすがにジュースでさ、安いので、乾杯って言ったら、ね、ちょっとダメかなと思って。まあ、でもなんか、見た目美味しそうだなって思って買ったんですが、これね、俺さ、何にも別に調べなくて買ったわけよ。別に批判とか全くないわけ。すごい韓国語で書かれてあって、今見てさ。で、調べてみたわけよ。本庁って、それがどういう意味って思ってさ。俺もう、もう、ジャケ買い見た目で、あ、美味しそう。いちご味のジュースかなって思って俺買ったわけ。これよく見たら、酢って書いてある、これ、酢って。酢なのにスパークリングラってさ、これもうわかんない。果汁 23% だってさ、わかんない。みんなさ、幸せになりたいよね。でも、みんながみんな幸せになるってことはできないんだよね。これね、この大蔵ジャパン株式会社って書いてあるんですけども、これね、韓国の企業でした。韓国の食品の大手さんだったっぽいです。俺はさ、いろんな動画で言ってるじゃん、失礼なことをね、ある国に対して。そんなやつが買うなって話なんだけど、たまたまさ、買っちゃっただけで、俺はな、韓国だって分かったら別に買ってなかったわけよ、もしかしたら。まあ、ただ、いちごのジュースだーって、俺思って買っただけなんですよ。もう、この絵しか見てなくて。よく見たら、プラスグレープフルーツって書いてあって、まあ、どんな味でしょうね。ね、飲んでみましょう、早速。で、この本庁っていうのは、なんか、果物を酢にしたやつらしいです。綺麗で痛い毎日にって書かれてる。韓国ってさ、こういう、なんかその、美容系多いっすよね。そんなに美容系目覚めてんのかな。てか、俺最近なんかその、度数の濃い、これアルコールみたいな言い方やけど、チョコレートとかさ、食べてるやんか。今も、食べてるんだけど。俺は健康にでも目覚めてるのかな。早く開けろやって感じか。乾杯。ね。こう、まあ、高い商品がさ、まあ、これでもいい、あるとするじゃん。でもさ、眺めてるわけですよ。オレンジ、明るいオレンジ。の色です。甘そうな麦茶、いや麦茶よりか明るいか、ちょっと柿の色かな。うん、色合い大丈夫かな。でこれスパークリングなんで炭酸が入ってます。炭酸は結構弱そうだね。でさ、味があるじゃない、いろんな味が。でもさ、お金がなければ一生その味って手に入れられないわけよ。何を俺は言い出すんだって話だけどな。喉から手に出るほど毎日眺めて商品を。でもその味を味わうことってできないわけ。お金がなければ。そういう人生なんですよ。お金がない人の人生って。眺めるだけ。あれってどんな味なのかなーなんて言いながら。でも今は俺はお金があるじゃん。で、自由があるんですよ。自由が。この国には今まだ自由がある。だからなんだって自分で自由に買える。この韓国の商品だって日本で買える。みんなでさ、いい国作ろうよ。乾杯。
炭酸もまあまあ弱めですね。で、後味が酸っぽいです。で、ただちょっとね、味がわからん。最後のあたりが酸っぽいです。でもおそらくこれドリンクとして売られると思ってんねん。だってこれドリンクのところに売ってたんだもん。まさか酢なわけないよね。炭酸も入ってるしさ、まあ、韓国ではどういう扱いか知らないけど、でも飲みやすくって書かれてあるんで、多分飲料水だと思います。間違ってたらすいません。これ酢だったらごめんね。でも飲めますよ普通に。あのさ、普通の酢って全然飲めないよね。こんなグビグビいけないよね。マジで喉に引っかかるっていうか、飲めないの。飲んでみてください。普通の酢のやつ。まあ、多分、一瞬で吐くと思う。だって酢だもん。ね。これドリンクで砂糖とか入ってるから飲めるけどさ、本当に酢だったら俺今吐いてると思うから。まあ飲みやすいです。ちょ、味がね、いちごかどうかは、ちょっとね、酢がきつすぎるっていうのと、まあ、グレープフルーツの味がきついっすね。いちごっぽさはあんまないっすね。今見たんだけど、これの書き方ってさ、まあ、知ってる人は知ってると思うんだけど、この多い順に書かれてるんですよね、これ。一番少ないのが甘味料と。で、一番多いのは何かって、これね、原材料名、調味果実酢。果実酢です。で、カッコ、パインアップル、まあ、パイナップルです。濃縮、果汁と書いてあります。ここに絵があるのは、この文字もあるのはグレープフルーツとイチゴなんだけども、一番最初に書かれてるのはパイナップル。あ、だからか。で、いちごの濃縮が3番目だ。グレープの、その後だ、これ、いちご。だからか。ちょっとね、やっぱ俺の舌って結構真面目なんで、で、俺から言う口も、言葉もね、結構真面目なんで、私。嘘は言わないんですよ。いちごの味がしますなんて言わないんですよ、私は。どこの国やったら嘘つくか知らんけど、私日本人なんでね、あんまりイチゴの味しないなと思ったら、本当にイチゴがあんまなかったな。はい、まあそんな感じです。結構ね、こう分かるんですよね、この順番って。本当にその通りなんですよね。だから果汁が一つもなかったら、本当に果汁がない味がします。果汁はまあある感じの味がしますね。これグレープフルーツ独特の苦味というか。で、酢だね、これ。酢は入ってんのかな？で、酢がこのパイナップルなんか。へぇ、どうやって酢にしてるんだろうな。まさか腐らしてたね。言うのやめとこう。はい、ご視聴ありがとうございました。まぁ、ちょっとこれ酸っぱかったっす。だから、好き嫌いはあると思います。まぁ、健康とは書かれてない。綺麗でいたい毎日ねって書かれてあるだけで、健康になれるとは言ってないというね、こういう書き方ですよ。これ健康になれるって書いたらダメなんですよ、これ。なんでかっていうと、それは詐欺だからね。健康になれるって書いたのに、なれなかったですよ、訴えますみたいな。アメリカではそういうことがあるんですよね。あるじゃん、レッドブル、翼を授けるって。で、あれ飲むでしょ。で、アメリカ人ね、翼授からなかったんですけどって訴訟するんですよ、アメリカ人。アメリカ人やばいね。はい、ご視聴ありがとうございました。